4月30日水曜日、劇団ディビフィ夏の終わり、私が見た未来、いよいよ公演当日まであと5日になりました。いやー主演のアンです。サッピンです。カーコです。ナレーション川崎ゆかです。アンディです。はい、そういうわけで来たね、5日やばい、カウントダウン、ドキドキドキ。さあ順番にね、ちょっと今の心持ちを言っててもらおうかと思います。はい、じゃあ一番奥からどうぞ。はい、サトピンもですね、初めての舞台なのですっごい緊張してますが、大人をちゃんと見せたいと思います。大人か。じゃあ主演から一言どうぞ。はい、ちゃんと演技ができるように一生懸命演技します。あら、なんでこれでね。じゃあダンサーチーム代表としては気合いのあの踊りで表現してください。この上半身だけで。わあ、これは来た、これは来た。そしてナレーションで締めていただきましょうか。バシッと。何ですかそれ。これ、あまり締めていただきましょう。ナレーション長いんです、とにかく喋るのが。でも皆さんに伝えられるよう頑張ります。というわけであと5日というところになったんですけど、まあ、このタイトルの通り、まあ、ひと夏のですね、我々がこう皆さんにお届けしたいものがまるっと詰まってますね。そうだよね。そうなんです。なのでこれはもう絶対に皆様お見逃しなく。見逃せません残り5日会場で待ってます